はい、442回始めます。2022年10月の10あ11月の12日ですと。2022年1112 1と2しかないと言いたいところだけど、ゼロも入ってるんですね。いや、ですね。ですね、442回、今回、今私ね、高齢者施設で働いてるんですけども、そういう立場からすると嫌なニュースですね。これ、山陽放送。山陽放送ってこれ、岡山の方かな、どこだろう。利用者に性的虐待ということでね、指定居宅介護支援事業所で管理者が、ということで、管理者が、性的虐待、高齢者に、利用者にね。ということで、津山市が、新規利用者受け入れ停止、3ヶ月の行政処分ということで、行政処分下りましたということでね、岡山県。これ、介護関係っていうのは、これ、地方自治体、まあ、市であったり、県であったりからの、指定とかね、ありますんで、まあ、管理監督受けてるんですけども、最近の本当にね、高齢者施設での、虐待とかね、問題、いろいろな問題あるんですけども、目に余るものがあると。最近こういった行政の、受け入れ停止処分とか、行政処分、増えてきてますね。どんどんやってってほしいですよ。本当にちょっと目に余るものがある。最近、高齢者施設で。戻ります。山陽放送。津山市は、指定居宅介護支援事業所の、管理者が、管理者っていうのは、まあ、介護職のを管理する側って言ったら変ですけど、まあ、リーダーというかね、まあ、管理職ですよ、要は。普通の企業でいうところ。ああだこうだ言う、ああだこうだ言う、なんだ、指図するって言ったら変だな。まあ、管理職の人ね。管理者が、特定の利用者に対して、性的虐待を行ったとして、岡山市北区の、もう名前バッチリ出ちゃってますよ。これ終わりだと思いますよ。ライフケアの、津山市内の事業所を、明日12日から3ヶ月間の新規利用者の受け入れ停止とする行政処分を行ったと。対象となるのは、ライフケアが運営する、新規居宅介護支援事業所ライフケアプランセンター津山ですと、行政処分は介護保険法に、規定されている人格尊重義務違反に該当するとして行われたものですと、津山市によりますと、この管理者は既に事業所を退職しているということですと、思うのがまあこれについてね、まあ、私も自主規制含めながらね、同じ業界なんでね、あんまりね、ベラベラ喋らないようにしますけども、思うのがね、私ね、別に、今年からですよ、私、介護の関係、高齢者施設の関係、いるの、今年から、それまではね、もうほとんど営業、一言言っちゃえば、自分で会社やってたこともあるし、普通のサラリーマンとしてやってたこともあるし、ただキャリアとしてはほとんど営業だから今の仕事ここ1年の仕事とは全く違う畑なんですけど、まあそれまでの営業、まあ保険の営業だったりね、株式とかね、株とか証券会社の営業だったり、商品関係の営業だったり相場関連ね、あとタバコの営業もやったことありますし、まあいろんな営業をやりましたよ。その中でね、昔、介護関係の、介護事業所向けの営業もしたことあるんです、いろいろ。その時に感じたのがね、他の業界から見て。やっぱりね、みんなね、現場、要は現場、最前線、その介護職の高齢者施設の現場って言ったら、もう、お年寄りと、直に触れ合う介護職ですよ。それが仕事なのに、結局みんな嫌なんですね。見てて思ったのは、で早くなんとか我慢してその介護職じゃない管理者になりたいみたいなね、
そこでのそのためにあのあでもない こうでもない社内でのなんていうんですか、人間関係の駆け引きというか、まあこれはどこの会社でもありますよね。うん、あの上に媚び売ってみたいなね、機嫌取ってみたいな、うん、のがね、うんと見受けられた、うん、高齢者施設。結局お年寄りに触れ合いたくないんじゃん。もっと言うと、あこの辺で自主規制かけるけどね、うん、あのいやいや、そんなあなたは介護関係高齢者施設で働くべきじゃないよってね、あの外にいた時思いましたよ、うん、でこの今回の事件、岡山の事件、これがね、まあ、そのよくね、高齢者施設の事件っていうのはね、その介護職の人がストレスなのか何なのか分かんないですよ。原因はいろいろあるんでしょう。だいたい高齢者を殴ってとかね、傷つけて骨折ったとかね、暴行したとか、あのあと性的虐待とかね、ニュースまあ442回まで来てますけども、ダーッと遡ってみればいっぱいありますよ。うん、大体でも介護の最前線にいる人がストレスからなのか、その人の資質なのか分かんないですよ、うん、そういう事件を起こすと、うん、大体男性ね、そして男性で、であと割とね、長くやってる人が多いんですよ。長くやってる人、うん、初めて3ヶ月とか1年とか、そんなキャリアの浅い人じゃなくて、長年やってる、ある程度社内でも信用のあるような人がやっちゃってる、見てると事件でね、見てると、うん、で今回これね、管理者がね、なんとお年寄りに性的虐待してるんです。そのである特定のお年寄りに目をつけてやってるんです、うん、これはね、ほんとひどいですね。でその内容っていうのはこれ書いてないです、うん、どんな性的虐待を行ったのか、このライフケアの、うん、管理者が、うん、で名前も出てないですね、管理者のこの名前、うん、で何をやったかも出てない。ただ辞めてると、うん、この事業所はもう退職してると。で行政処分がこの会社に下ったと、うん、いうのしか書いてないんで、詳しくは何とも言えないんですけど、管理者がなんで本当にねと思う。で私ね、つくづく思うのがね、このね、まあこの高齢者施設だけじゃないですよ、福祉業界だけじゃないですよ、一般的な日本の会社ってね、ほんとこれまでも何度も言ってるけどね、あの日本は民主主義国家、資本主義国家っていう体を成してるけど、こと会社、うん、あの企業社会、日本の会社文化っていうのは全然資本主義社会でも民主主義社会でもない、うん、まさに共産主義国家、本当に共産主義社会ですよ、社会主義社会、うん、日本の企業文化っていうのは全くね、管理職、管理者としての適性のない、資質のない人間が管理者になってるっていうケースが多々見受けられる、いろんなところで、うん、高齢者施設だけじゃなくてね、うん、あの一般企業、うん、まあ製造業の会社でもいいですよ、土建屋でもいいですよ、うん、タバコ会社でもいいですよ、食品会社でもいいですよ、どこの会社でもそう。本当にね、あの社内の人間関係、本当社会主義国家みたい、中国みたい、うん、あの自分がもう出世したいのか何か知らないんですけど、あの上に媚び打ってね、上にはへこへこ、下にはもう強く出るみたいなね、本当に昔の、一休さんに出てくる桔梗屋みたいなね、本当にもうみっともない人間ばっかりっていうのが、私の日本の会社、日本の企業文化だと思いますよ。これがね、この高齢者施設でも、この管理者、おそらくこの管理者、資質ないと思いますね。資質がないけども、長くいるだけで上に上がっていく、っていう仕組みがあるんだな、やっぱり日本の会社文化には。うん、だからこの資質のない、能力もない人間が管理者になっちゃって。で、この人が、まあちょっと調子づいたのか、なんだか知らないけど、そういう思考があったのか、性的虐待。高齢者に行って退職して、で行政処分が下ったと、会社にね、いう話です。本当にね、私それが言いたい、日本の会社ってどうもね、何でもやらせたい、要はゼネラリスト、うん、
最初営業で入ったら営業から今度技術職行って人事の方に行って管理者になってみたいな、こうぐるぐる回すね、ゼネラリスト求めてるみたいなね、簡単に言うと。もう向かない人、適材適所が全然出てきてない、うん、ベースにそんなとこ管理者、管理職に向かない人は向かないんだから、やらせなきゃいいのに、別に人事異動なんかしなきゃいいのに、営業だけでもいいのにね、営業が特化してその人できるんであればね、うん、どうしてもね、いろいろあっちこっちに回すんだよね、日本の会社っていうのはね、全部できてなんぼだみたいなね、うん、だから本当にね、人間的にもまたは会社的にも、うん、特徴のない会社ばっかりになっちゃうというかね、特徴のないし組織になっちゃうというかね、そういう企業文化っていうか会社文化っていうのが日本にはびこってる気がするんですよ。本当にね、日本はね資本主義国家なんだから、企業文化もねやっぱ資本主義、うん、民主主義的な要素っていうのは取り入れるべき。本当日本の会社はね社会主義ですよ、私に言わせると。どこもかしこもおかしい。あとその人の適性能力判断して、適性がないところには配属しない、またその適性を見極めるだけの判断する判断できる人間がいないっていうのが問題なんだけどね、うん、っていうのを感じました。私はこの事件ね、一つの岡山市で起きたこの介護施設の管理者が利用者お年寄りに性的虐待を行って、岡山市の方から、このライフケアプランセンター津山っていうところに強制処分、3ヶ月間の新規利用者の受け入れ停止、ですか、っていう処分が下ったっていうニュース、を見てこんなことを思いましたよ。442回、ちょっと語っちゃったかな、ね、すいませんね、ここまで見てくれたあなたマニアックな方だと思うんで、チャンネル登録しててください。地味に増えてますんでね、よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。